さんはこんばんちは、トンケン TV のトンケンです。今日はですね、2021年になったんですけども、年末でも来ましたけども、針テラスに来ています。今日は旧車の集まりがあると聞いてね、やってきたんですけども、このようにね、旧車がね、集まってますんでね、まずね、これこちらから行きましょうか。かっこいい 240Z ですね。これオレンジなんでしょうかね。かっこいいオレンジですね。ホイール渡辺なんですけどもね、こうめちゃくちゃかっこいいですよね。このね、ホイールの具合が、このバーフェンにね、つらつらまでね、来るこの渡辺がね、こうめちゃくちゃ決まってますよ。皆さん G ノーズにね、このライトカバーっていうね、これがかっこいいですよね。 240Z ですね。オレンジとね、ガンメタのね、この組み合わせっていうのがね、かっこいいですよね。縦2本出しのね、マフラーですよね。これがね、前期のデータですね。中をね、ダッツンコンペにね、ダッツンバケットとお約束のね、仕様ですよね。でこれ非常にね、綺麗な Z ですよね。すごくこのタイヤがね、バッチリ決まってるなっていう印象のね、かっこいい Z でしたね。お次はね、45年ぶりのハコスカですね。これはね、サファリブラウンっていうんでしょうかね。ハコスカにね、この色の設定はないんですけども、まあ日産の古時代のね、510ブルーとかね、あと Z なんかでね、よくあるサファリブラウンに塗られてるんだと思います。これもすごくね、綺麗なハコスカですよ。アルミはね、渡辺ですね。ちょっとゴールドっぽい、もしかしたらこれマグネシウムなのかもわかんないですね。なんか赤色のレーシーなキャリパーが見えますよね。リアはね、45年のワンテールですね。これ塗装がね、非常に綺麗ですよね、これ。でね、これ皆さん見てください。 R カットして、この R カット綺麗ですね、これ。これ見てください。めちゃくちゃ綺麗な R カットですよ、これ。でね、このテール45年なんですよ。なんかダッツンコンペですね。こちらもね、なんか綺麗ですよ。発泡レザーのね、シートですよね。このね、サファリブラウンがね、非常に決まったハコスカでしたね。で、お隣もですね、これ510ブルーなんですけども、これもサファリブラウンですね。この家はね、純正じゃないでしょうかね。510ブルーはね、サファリブラウンがあるのは知ってるんですけども、ホイールはね、林ストリートですよね。これもね、フェンダーつらつらまでね、着てる。かっこいいですよ、この感じ。このグリルね、砲弾ミラーのね、この艶消しの感じ、かっこいいですよね。これですよ、皆さん、これ見てください。これめちゃくちゃかっこよくないですか。このリアの感じ、フェンダーつらつらまでね、着てる林ストリート。でこのリアバンパーのね、ゴムがついてるタイプ、これ確かね、前期か中期はこんなタイプだったっていうことは聞いたことがありますね。このステッカー、林レーシング。で室内はね、ナルディですね。このね、シートめちゃくちゃ綺麗ですよ。これ純正なんでしょうかね。すごくかっこいいシートですね、この柄。皆さん見てください、このシートね。これちょっとね、僕変わった柄だなと思うんですけど、ブルーバードはこんなシートなんですかね。すごく綺麗ですよね。はい、これ室内、綺麗なね、室内だと思いますよ、僕。はい、疲労の防止と回復にヒロポン。このハコスカとね、510ブルーのね、サファリブラウンコンビね、めちゃくちゃいいっすね、これね。はい。で、お隣はですね、こちらも510ブルーなんですけども、オーナーさんがね、ちょっとエンジンを見てくれと、自慢のエンジンです。おお、かっこいいっすね、これね。これは A 型でしょうかね。このソレックス。ね、510ブルーはね、4発なんでね、ソレックスが2連装ですね。ファンネルめっちゃかっこいいっすね。この長いファンネル好きなんですよ。めちゃくちゃね、かっこいいっすよ、これ。メカっていう感じがするじゃないですか、ね。でこちらのグリルはね、さっきのサファリブラウンの
ブルーバードとちょっと違う感じのグリルですよね。でね、こうメッキの砲弾ミラーですよね。でこちらも渡辺なんですけども、これもね渡辺ですけどね、これもマグ専用の色なんじゃないですかね。これおそらくマグだと思いますね。赤色のね510ね、かっこいいですよね。赤色って純正色なんですって。赤色の510って珍しいような気がするんですけども、しかも純正でねこの色があったっていうのはねちょっとびっくりですね。まああのハコスカとかね、ケンメリとかね、この時代の日産の赤ってかっこいいんですよね。これあの1800ですね、 1800cc で、今ちょっとオーナーさんからね許可いただいたんでちょっと上げさせていただきますね。こういうバッチがいいっすよね。こういうのがグッときますね。室内はねすごくレーシーですよ。このねメーター類がね追加されてるんですよね。でこれキルスイッチがついてるんですよ。めちゃくちゃレーシーですよね。でねダッツンのねシフトね、めちゃくちゃねかっこいいっすよね。このレーシーな感じがね、男のコックピットっていう感じがするじゃないですかね。えキティちゃん、次はですね30の Z ですね。でこちらもねちょっとボンネットが開いてるんでね、ちょっと見させていただきましょうね。うわすごい綺麗ですね。これ見てください、これこのソレックスね、ピカピカですよね。でね赤色にね塗られたタペットカバーですね。すごく綺麗なねエンジンルームですよね。フロントはねこの G ノーズじゃないタイプですけども、このタイプでこのねヘッドライトカバーがついているっていうのがね僕かっこいいなと思うんですよね。これね見てください皆さん、このねホイール渡辺なんですけども、これもね綺麗に決まってますよ。フェンダーのスラスラまで来てね、すごくいい感じでね収まってますよね。この感じですよ。フロントリアともにねすごい綺麗にね収まってますよね。フェアリー Z ね、こちらもねダッツンコンペにね、でダッツンバケットというねスパルタンなね仕様ですよね。はい、非常にかっこいい30の Z だと思います。でこちらね510ブルーですね。まず目に飛び込んでくるのはねこの色、グレーというんでしょうかね。純正色ではこの色はないと思うんで、オールペンされてると思うんですけども、でもこれすごく似合いますね、このグレー。いやかっこいいと思いますよ。でホイールはね渡辺ですよね。これも決まってますね。あのリアの感じ見てくださいよ。タイヤがちょっとフェンダーにかぶってるというね、あれがかっこいいですよね。はい、まずねエンジンルーム上げてらっしゃるんでちょっと見させていただきましょう ね。これもソレックスが2連装ですよね。タペットカバーがねこれブルーメタリックにね塗装されているというね、ところどころ青をね使用されててね、ちょっとこのグレーと青のねコントラストがねいいですよね。ここですよ、このタイヤのねこの感じですね、めちゃくちゃ決まってますよね。でリアからはこんな感じ。510もねリアのテールランプがね年代によってね違いますよね。ちょっと僕詳しくないんですけども、このリアが全面テールになってるタイプとね、こういうタイプとねありますよね。で室内はねおっとこれロールバー組んでますよ。ロールバーを組んでねダッツンコンペにねバケットシートですよね。これもねキルスイッチついてますね。非常にレーシーなね510ブルーですね。ですね、こちら510ブルーですね。グリーンメタリックがねいいですよね。この色ね塗装されたんですよね。これは純正色ではないですよね。買った時からこの色やったんですね。じゃあこれは1600の 3S ということで、ホイール渡辺なんですけども、これも決まってますよ。あのリアのねフェンダーとねあのタイヤのねあの被り具合ね、このチームはね全車そうなんですけどもね、めちゃくちゃセンスがありますよ。ホイールは渡辺ですね。この感じ見てくださいよね、本当にねかっこよく落としてる車が多いですね。タイヤがねつらつらまででねいい感じでね出てるんですよね。ここにねこのチームのセンスを感じてしまいますよね。はい、この車はねこの感じのテールですよね。シートと内装がねブラウンなんでね、この510ブルーの純正の内装はブラウンだったんでしょうね。でダッツンコンペにねダッツンバケットというね、こ
このチームではお約束のね、スパルタンな仕様ですよね。L 型ブラザーズ。本当にね、こちらのチームはね、全車なんですけども、非常にね、センスのある車たちでしたね。かっこいいね、セリカリフトバックがあるんでね、ちょっと撮らせていただきましたね。ここにね、なんか可愛らしい車もありますね。ここにね、ハコスカがありますね。綺麗なね、白のハコスカですね。